もうここね一番歯に当たるんよ。めっちゃお腹鳴ってる、ごめんなさい。そう、もう歯に当たるとこやから、噛まなくても巨大感じするんよ。ボブに嘘、そう、めっちゃお腹鳴ってる。そうだから、そう、半笑いかが笑うときに不自然になっちゃう。噛み切ってないですよ。そう、なんかなるよ。今日ねちょっとでめっちゃ喋るのが痛いので、今日は15分くらいにしましたね。ごめんね。ご飯は食べられるけど、さっきポテトチップスを食べたのよ。そしたら塩が口内を攻撃し始めて、もう本当に3枚でやめた、痛すぎて。そう、なんかポテチの塩で本当に攻撃されて、本当に痛くてハァハァってなったよ、なんかもう。そう、何、暗射で、暗射で可愛く俺を映るのコツ。でももうかね、太陽苦手だから、いつも暗射ね、目がねってなっちゃうんだよね。あの光が眩しすぎて目がうわーってなって、なんか全然教えられることあるか分かんないけど、とにかく自分を可愛いって思うことは結構大事な気がします。ゼリーとか食べられる、ご飯とかもだめ、とにかく塩分はダメらしい今。僕たちでもそうね。でもね、あの本当に今日自分めっちゃ可愛いじゃんって思った時の写真って漏れるよ。そう、なんか表情に出るんよね、自分のさ感情が。そう、うん、そう、粉の時に、そう、醤油とか絶対痛いと思う。自信は大切だよ。だってなんか顔がってなんかあれないよ。なんかお気に入りの足は、どれだと思いますか。お気に入りの朝か、前回のタンポポ衣装の時の朝はもう好き。でも今回のも大人っぽくなったかなって思ったかな。そう、タンポポ衣装は黄色い前回のやつかな。今はなんか大人っぽい感じ。今日髪切ったってめっちゃ思われる。今日ね、入れてちょっとなんちゃってボブしようかな。シュッ、大人っぽくない。いや、なんか前回の写真がまあまでもっと子供っぽかった、自分の中でね、写真が。今回が一番まだ大人っぽいんよ。そう、みんなから見て大人っぽいかわかんないけど、そう、私が見る今までのアーシャの中では今回が一番大人っぽい。そう、ショノーピン、そう、これでみんな大岡ちゃんが髪切ったと思うかもしれない。切ってません。でも普通にコッテした方がさ自然じゃない？前回のアーシャいいよね。髪はね切ってないんですよ。痛い！怖
でもね、とにかくね、太陽に打ち勝つことだと思います、足を守るのは。本当に多くね、眩しいの苦手なんよね、本当にってなる。もう眩しいのよ、とても眩しいのよ。だから眩しいのが得意だったらガチ自然、うん、ガチ自然光だよ。だからたまに風がすごくて本当にボーみたいな前回風すごかったかも、自分今回のやつか。だから風が吹いてない瞬間を狙ってカメラマンさんが頑張ってくれてる。そうそう、ライバル太陽。そうなんですよ、だから眩しいのめっちゃ苦手やってん。こうやって頑張ってこうやって、まあ、太陽の前でってして、こうやってなんとか目を開けるんですけど。そう、海のとこ、海の。髪の毛ボサボサ、髪の毛はボシャボサになるけど、メイクさんが頑張って直してくれるけ綺麗にしてくれる。だからそう、たくさんの人が頑張ってくれてアーシャはできるのよそう、あ、ももサングラスで出る、これそう、逆に見立ていいんかな、一人サングラスってさ目立つけどさ、いい目立つじゃないよ絶対サングラス持ってないです、私サングラスつけない。なんかサングラスってどうやったら似合わせれるか分からんのよ、まだ自分には。痛い、こちらが痛い、かわいなくても来なくなるだろうと。確かにコンタクト、確かにね、なんか光に耐えられるね。今日はずっと痛すぎてこうやってひっくくってして歯に当たらんように過ごしてた。ちょっとと話してありがとう。ありがとう、こちらこそ。もう持ってないですよ、お姉ちゃんが持ってるか持ってないかぐらいじゃないかな。一人だけ大きなパラコネのくせ飲んでないけど、ひたすら野菜は食べたよ、メールで送ったやつ。あれもっと倍食べてるから、昨日ずっとむしゃむしゃ野菜食べてた。お姉ちゃん持ってるよね、やっぱ。え、そうなんよ、お姉ちゃんはサングラスが似合う女なんですけど、私はなんかまだサングラスが似合う女じゃないんですよだからちょっとまだ試せれてないサングラスは。ちょっといつかね、頑張ります。もうちょっと、アーリーちゃんはね、そう、使いこなしてておしゃれだからね、似合うんですけど、これから、そうですね、これからがもなんかでも可愛い系のサングラスとかならいけるかもよ、わからんけどそう、こんばんは、意外、今日はオーガーを想像する、オーガーいいね、美味しいよね、オーガー、うん、ハッピーバースデーとかそう書いてるやつ絶対ちょっと似合うかもしれないカラーレンズ似合いそう、本当？
歯磨きした、歯磨きした、誕生日入れて、確かにモーちゃんパリピ、モーちゃんは全然パリピじゃないと思うけど、水菜美味しいよね。水菜が好き、鍋の野菜の中で一番。ね、メガネしてると頭良さそうだよね。まだそう、いやそう、巨大化したんよ。だから今今日ママに見せたの、私の口内炎。しかももう一個2個ぐらいできてて、こうやって見せたら、え、やばいじゃんそれって言われたから、結構やばいぐらい大きくなってる。そう、おでんのわかめ美味しいよね。なぬ、いやでもね、2個目はねまだ痛くないんですよ。そう、なんかあんま当たるとこになんか見せたんだ。え、そう、私なんか結構口内炎を見せたがる人だからでも普通見たくないじゃん、だから親とかにしか見せないんですけど、配信ではさすがに嫌だけど配信では嫌ですお姉ちゃんって、嘘、絶対お姉ちゃん見せとるよ。なんか友達とかにさ見せたくなっちゃうんだよね。なんかお話し会お話し会まで治ってなかったらもう一回泣いちゃうよ次の辛すぎる、まだ治らないで。うちだかつ、いやそう、みんなに別に、でもさみんなはさ私のことを好きになってくれてるわけじゃん。なんか可愛いって言って好きになってくれてるじゃん。だからちょっと見せるの恥ずかしいの分かってくれるそう、あ、コーナーも愛してくれますか口内炎が本当に結構巨大化してるよ。私はあのギャルはやなってまた新しい、嫌だよもう、また作りたくないよもう。野菜こんな食べてるのにもう一回できたら泣いちゃう本当に。ももちゃんって勉強できるのって最近よく聞かれるの、え、地頭いいと思うよって解いて4日、4日はもうさすがに治っとるよ。4日まで苦しんでたら嫌だよ、口内炎で。やばい、15分経っちゃった。そう、またできたらみんかった、みんなに明日口内炎ができる魔法をかけといてあげるね。明日は口内炎がみんなにできますできます。あなたは明日口内炎が、でっかい口内炎が明日の朝出現しますそうだよ、朝から できたら報告ください健康だけど、いや、オオカの魔法はすごいから、強いから、オオカ魔法少女、魔法少女だから帰ってくる、やだ。できたら数十年はいい、逆になんで、え、すごい、私1年に何個口内炎できてるんだろう。本当にね、1年間に何10個は絶対できとるやん。1年間に
25個ぐらいできてる気がする。いやもっとできてるかもしれない。多いよね。なんかね、噛むんよ。噛むか寝不足と、なんかあの仕事の時間がさ、いっぱい変わっちゃうから、寝る時間がいろいろ変わっちゃって、生活がちょっと、うん、生活習慣があれなのよ、まあ、わかんない。もうかな。でも野菜は食べてるんだけどね、と多分できやすい口内炎ができやすい体質だと思う。めっちゃ、しかもそう、そういう体質かもしれないね。そう、パパもママわかんない、まんまできてない気がする。でもお姉ちゃんはたまに言ってない？そう、姉はよくできてる。じゃあ私たちは一緒の遺伝一緒の遺伝ですね、多分これはまあね、多分あれかもしれない。ちょっとたまに夜更かしだいぶしがちっていうところもあるかもしれない。でもね、最近は野菜ブームだから大丈夫。野菜ブームでね、もう次はしばらくできないはず。並んでる日は早くね。そうなんよ。でもももね、なんかね、最近ね寝れないのよ。でも朝方になって眠くなってくるっていうダメな現象が起きてる。でも夜ってさ、いろいろ考えたこともあるじゃんか。そう、本当にね、直さんといけん。サッカーボールが口に直撃したと。え？そんな、そんな、そう、汗汗。いやでもね、めっちゃ一日が忙しい日でも、忙しい日でも夜眠くならんのに、もうずっとなんか悲しい現象が起きてる最近。そう、頑張って、そう、自律神経が乱れてるのを頑張って直します。頑張ります寝れない時はボーってするか音楽流すかみたいな感じ。そう、直すにょん。ぬるま湯とか、ね、そうね。今日は早く寝やす。口内を数えるよね。なんか数える。お香とかも、ね。いい匂いですね。ホットミルク昨日飲んだよ。早く寝れるように頑張ります。では読みますな。13位のてつさん、ありがとう。12位のたかきさん、ありがとう。今日もキラキラしてるもちゃんもやってします。大好きよ、ありがとうもうかもよ。11位の恋してカンプさん、ありがとう。10位のコウスケさん、ありがとう。9位のエイトさん、ありがとう。8位のたかちゃん、ありがとう。幕張メッセのリオの1時間目いきます。おー、待ってます、ありがとう。7位のふくちゃん、ももこ組、ありがとう。
6位のダラガンさん、ありがとう。今のもう輝いてて素敵だよ。こないどっか行ってありがとう。5位の TX さん、ありがとう。4位のトシさん、ありがとう。でも確かに可愛いもんか、ずっと大好きって、嬉しい、大好きって書いてくれてありがとう。3位のフジポンさん、ありがとう。2位のお疲れさん、ありがとう。1位のターちゃん、ありがとう。ありがとうございました。こんなに喋り、そう、ちょっとね、ずっと当たってるからね公演の日までに頑張って直します。本当に本当、あ、そう、ツーショット全部完売してた。ありがとうございます。撮りましょう、楽しみにしてる。ほな治ってよく寝る魔法、ありがとう。私ごめんね、みんなになんか口内あげる魔法作るとか言ってるのに、みんなは治ることを祈ってるよって今書いてくれてる明日口内できますよみんな優しいのに私ばっかずっと言ってる。おやすみなさい、おやすみなさい。またね、おやすみまたね。